どうもジェス、今回は初年度無料セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリットデメリット6選といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなります。この動画を見ればセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリットデメリットを6つずつ知ることができて、かつアメリカンエクスプレスとクレディセゾンが提供する特典や優待内容などを幅広く知ることができます。まずは本カードの基本情報を6つに分けて紹介していきます。1つ目、年会費。初年度無料です。期間は2022年3月31日まで。通常は2万2000円税込み発生しますが、これがなんと来年の3月末まで初年度無料になります。さらに年会費が有料になったとしても、カード利用を年間200万円以上利用で、翌年の年会費が1万1000円税込みになる年会費の優遇もあります。さらにこれから紹介する特典や優待は変わらず利用可能です。2つ目、国際ブランドアメリカンエクスプレスです。3つ目、ポイント。基本還元率は 0.5%、 1000円につき1ポイント、1ポイント5円相当。海外利用の場合は1000円ごとに2ポイント、還元率は 1.0% が貯まります。ショッピング利用時に貯まるポイントは永久不滅ポイント、ポイント有効期限は無期限です。貯まったポイントは300以上のアイテムと交換やポイント運用、セゾンのふるさと納税などで使うことができます。4つ目、追加カード。さらに加えて追加カードは9枚まで発行できます。さらに ETC カードは年会費無料です。5つ目、保険保証。海外旅行障害保険は最高1億円の利用付帯、ショッピング安心保険は本カードを利用して購入した物品の破損、盗難などの損害を購入日から120日間、年間300万円まで保証されます。さらにオンラインプロテクションはインターネット上での不正使用による損害を保証。6つ目、その他ポストペイ型、後払い式電子マネーは ID、 クイックペイの両方付帯、アップルペイ、キタパも対応しています。限度額は年収や利用実績に応じて設定されますが、人によっては1000万円などの例もあります。以上、基本情報をまとめるとこうなります。画面を停止して確認してみてください。ここからはメリットを6つ紹介していきます。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリット、1つ目はマイルです。結論から言うと JAL マイルがザクザク貯まります。詳細は3つです。1つ目、カード利用、1000円ごとに10マイル貯まります。還元率は 1.0% です。2つ目、セゾンマイルクラブ。さらにセゾンマイルクラブに登録後、優待サービスを受けることで2000円につき1ポイントの永久不滅ポイントがもらえます。永久不滅ポイントは1ポイント5円相当。 JAL マイルの交換レートとして1ポイント 2.5 マイルのレートで JAL マイルに交換可能よって 0.125% の JAL マイルがもらえます。つまりトータル最大 1.125% の JAL マイルが貯まるということです。またセゾンマイルクラブ登録は本カード保有で年会費無料、本会員に加入するとカードの通常ポイントを JAL マイルへと自動変換してくれます。よって面倒で手間のかかる交換作業なしで JAL マイルが貯まります。マイルを貯める方法は、例えばフライトで貯める、定期ホテルで泊まって貯めるなどがありますが、これは日常生活では一定数を除いてほとんど使うことはありません。マイルを貯めるには所得税や自動車税、年金、光熱費などを支払って貯めることもできます。さらにモバイルスイカ、モバイルパスモなどの交通系電子マネーのチャージでも貯まります。現金決済の場合は還元率 0%、 お得にマイルを貯めたい場合は本カードをおすすめします。またセゾン運営のボーナスポイントパートナーズという特約店を使ったりすることで意外と簡単に貯めることができます。マイルを貯めて使うことで飛行機の搭乗費用が無料になったり、座席をアップグレードできたりするメリットがあります。ぜひ活用してみてください。まとめると JAL マイルが最大 1.125% 貯まるところが本カードの一つ目のメリットです。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリット、二つ目はトラベルサービスです。結論から言うと旅行特典が非常に充実しています。国内の主要空港ラウンジを無料で利用できます。さらにハイヤー送迎サービスの優待、手荷物宅配サービス優待、コートお預かりサービスの優待など、トラベル優待を多岐にわたって利用できます。また海外旅行障害保険は最高1億円の利用付帯、障害疾病治療は300万円、国内旅行障害保険は5000万円と自動付帯で非常に手厚い保険サービスがあります。さらに家族特約も本会員カードに付帯、配偶者、同居の親も対象となってます。なので旅行の際は本会員カードだけ持っていけば保険は適用されます。また航空機、帰宅手荷物紛失、遅延保険は10万円、航空機遅延、乗客遅延保険は3万円と充実。年9900円発生するミシュラン厳選のホテルを紹介してくれるタブレットプラスで年会費無料、ラグジュアリーな国内ホテルで優雅な特典を受けることができるプレミアムホテルプリビレージなど、旅行や出張にも活用できる特典が満載です。さらに世界140カ国以上、1万200以上の拠点を持つパーツレンタカーを5から 20% オフで利用、必要な時だけ車を利用できるカーシェアリングサービスのカレコカーシェアリングクラブなどの特典があります。まとめると旅行サービスという特典が本カード2つ目のメリットです。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリット、3つ目はプライオリティパスです。結論から言うと国内海外空港ラウンジを無料で使うことができます。特徴は3つです。説明、ラウンジネットワーク、分かりやすく言うと世界148カ国600を超える都市の1300カ所以上の空港ラウンジを使うことができます。年数回家族でワイワイする旅行や忙しいビジネスマンに最適です。1つ目、会費、通常年会費はプレステージ会員で429ドル発生します。しかし本カード入会でこの会費は無料、つまり年会費無料で入隊室ができるということです。3つ目、おもてなし、快適な空間
館で最高のおもてなしを受けることができます。例えば軽食やアルコール類を含むドリンク、無料 Wi-Fi、 電子機器の充電、通話スペース、アメニティ付き贅沢シャワー、冷暖房、フライト情報、テレビ、ミーティングルーム、新聞、雑誌、バリアフリーアクセスなどを用意しています。つまり優雅に楽しみながら搭乗までの時間をゆったりと過ごすことができます。なお国内での空港は成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で使うことができます。なので家族や友人と楽しい旅行、ビジネスマンの仕事での出張でも本ラウンジを使って搭乗前にゆっくりしてリラックスした時間を過ごせます。またプライオリティパスでは会員サービスも充実、多言語スタッフが24時間年中無休でサポートしてくれます。まとめるとプライオリティパスが無料という特典が本カード3つ目のメリットです。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリット、4つ目はコンシェルジュサービスです。結論から言うと、足したようなコンシェルジュサービスを利用することができます。旅行全般に関するサービスは5つあります。こちらは画面を停止して確認してみてください。トラベルサービス以外には以下の4つのような依頼もできます。こちらも一時停止して確認してみてください。上記旅行全般に関する相談、コンシェルジュサービスの2つは24時間365日利用できます。なおカードの利用に関するお問い合わせは9時から21時まで。こちらは利用限度額の紹介や支払い方法の変更、カードの紛失、盗難の対応、キャンペーン情報、プライオリティパスの登録などを年中無休で受けたまっています。またファミリーカード、スイカカード会員も利用できます。ここからが肝心です。さらにセゾンプレミアムセレクションバイクラブコンシェルジュというサービスを用意しています。分かりやすく言うと、一元さんお断りの老舗料亭の利用や、リヨンでのお茶遊び、美食家が足しげく通う名店からの料理人派遣、ミシュラン星付きレストランで予約を取ることが難しい美食店の特別リザーブ、子供のスイス留学のサポートから先端医療、ヘルスケア、美容、次世代再生医療まで多彩なサービスを提供しています。レストラン予約に関しては、緑に囲まれた風情ある和空間で茶会席料理を堪能できる京都のミシュラン三つ星付きレストラン、ミザイ、一貫のうまさを追求し続ける極上の寿司が人気の石川県金沢市にあるお店小松屋助、広々とした優雅で高級感ありで、かつ高級な素材を使ったフルコースがいただける名高い恵比寿のフレンチレストラン、ガストロノミージョエルロブション、本格的な茶室を構えた店内で滋味あふれる疲労の日本料理、清掃家など知る人ぞ知る名店の予約を受けたまってます。つまりグルメサービスが充実しているということです。ちなみに本サービスの通常入会金は22万円にプラスして年会費は198,000。しかしこれがなんと本カード申し込み発行で無料、これが一番のメリットではないかと感じています。つまりコスパ最強のプラチナカードということですね。登録は専用ページから、利用は本会員のみとなります。これ以外にもスマホアプリセゾンポータル内にタイムリーな限定特典やコンシェルジュなどの便利な機能、ニーズに応えたサービスを提供してくれるプラチナポータルなどのプラチナビジネス会員限定特典があります。まとめると、コンシェルジュサービスは優雅でエレガントな優待サービスを受けることができる、これが本カードの4つ目のメリットです。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスペンスカードのメリット、5つ目は本カードの優待特典です。結論から言うと、ヘルスケアからライフスタイルまで役に立つ特典が満載です。こちら3つに分けて説明していきます。1つ目、ヘルスケア。例えばダイエットとボディメイクに特化したパーソナルトレーニングジム 24/7 ワークアウトの入会金が無料となる特別優待、全国のコナミスポーツクラブ約500カ所の施設を法人会員料金で利用できる特典、スタジオプログラムやマシンに特化したエグザスの優待、ヨガスタジオ、スタジオヨギーにて会員限定価格などで利用できます。健康的に日常を過ごしたい方は必見のサービスです。2つ目、ショッピング。分かりやすく言うと、永久不滅ポイントが使えるストーリーセゾン、永久不滅ポイントが最大30倍貯まるポイントサイト、セゾンポイントモール、カード会員向けのお得で便利なセゾンのふるさと納税、この3つのサイトで最大15万円相当を還元できるセゾンのネットサービス超優待、お得な優待、割引特典が用意されている優待のある店、限定チケットや美容サービスなど贅沢体験を最大 90% オフで実現できるプレミアムタイムセールサイト、セゾンカード、ルクサゴ優待、毎月月末の金土日は全国のロフトでのお買い物が 5% オフ、声優リビン単位で 5% オフなど、会員限定優待を使うことで日常生活の面でサポートしてくれます。またアメリカンエキスペースの特典を網羅しているアメリカンエキスペースコネクト、セゾンカード会員限定のキャンペーンプログラム、セゾンアメックスキャッシュバックなどもあり、サービスが充実しています。3つ目、ライフスタイル。簡単に言うと、オーダーメイドのフラワーギフトサービス、咲かせる憧れの名門コースでのプレーができるセゾンプレミアムゴルフサービス、全国の厳選されたホテル旅館をお得な価格で予約できる一休 .com、 厳選レストランがお得に予約できるオンライン予約サイト一休 .com レストラン、厳しい水準をクリアした家事の専門家が家事をお手伝いしてくれるミニメイドサービス、宅配ネットクリーニング、リネット、ワインの貯蔵、熟成に最適な条件を備えたワインセラー、ワイン系物記事の1ヶ月分無料特典など、特別な日でも本カードを使って満喫できます。まとめると、優待特典によって多岐にわたって利用できるところが本カードのメリット1つ目です。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリット、最後6つ目はビジネスカードならではの特典です。結論から言うと、さまざまなビジネスに関する優待サービスを受けることができます。分かりやすく言うと、補助金、助成金コンサルティングサービス、 J コンサルティングの割引、ビジネスの効率化に役立てたいビジネスカード会員限定の優待プログラム、ビジネスアドバンテージ、ウェブを使った集客コンサルティングサービスの優待、国内最大級のビジネス情報検索サービス G サーチデータベースサービス、厳選された優秀なグローバル人材を採用者に紹介するグローバル人材紹介サービス、ユナイテッド
ットワールド、弁護士に相談できるセゾン弁護士紹介サービス、法人向けモバイル Wi-Fi を特別価格で利用できるナンバーワンモバイル、ビジネス書要約サイトフライヤー、法人向け顧問弁護士サービスリーガルプロテクト、経理担当者向けのクラウド型経費精算サービスのステープル、国内シェアトップクラス X サーバーのレンタルサーバーを初期設定費用無料などビジネスに関わる全てのサービスを網羅してサポートしてくれます。ちなみにカードにはビジネスとついてますが、申し込み時に決算書や法人登記簿は不要、会社員でも申し込むことができます。つまり経営者でない方も使うことができるということです。まとめると、ビジネスカード特有の優待が付帯しているところが本カードのメリット6つ目です。チャートにするとこうなります。年会費は初年度無料、還元率は JAL マイル2個、機能は ID とクイックペイの二刀流、特典はコンシェルジュサービスがついて、保険は最高付帯と、めちゃくちゃ高性能でかつ安定バランスが取れているプラチナカードです。クレジットカードはこの5つのチャートでどこか1つ欠けてる部分が多いんですが、本カードは全体的に優れています。こう見るとコスパ最強のプラチナカードであることがわかりますね。続いてデメリットです。1つ目、ポイント還元率 0.5% です。2つ目、追加カード年会費3300円税込み発生します。3つ目、保険追加カードには保険が適用されません。本会員のみとなってます。4つ目、券面券面に法人名が表記されません。5つ目、プライオリティパス本会員のみが無料です。よって同伴者は1回1人につき2200円税込み発生します。6つ目、マイル効1年間に15万マイルが上限です。まとめ、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードの年会費が初年度無料になったにもかかわらず、特典や優待サービスは変わっていませんでした。さらにコンシェルジュサービスも利用できて、かつ初回合計41万8000円発生するセゾンプレミアムセレクション by クラブコンシェルジュの利用も可能。つまり数あるプラチナカードの中でコスパ最強と歌っても過言ではないクレジットカードになったという印象です。ぜひ初年度無料ですので、一度手に取ってプラチナカードを使っていると実感しながら利用してみてはいかがでしょうか。気になる方は下の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。またクレディセゾン社員 YouTuber のサイソン和也さんの YouTube リンクも貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てみてください。以上、初年度無料セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのメリットデメリット6選といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一番 Twitter、Instagram、TikTok 公式アトラインもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。